2007年のカタルーニャグランプリは、ロードレース世界選手権の2007年シーズン第7戦として、6月8日から10日まで、スペインのカタロニアサーキットで開催された。125cc クラス決勝では、KTM の小山和義が、ガボール・タルマクシとのバトルを僅差で制し、グランプリフル3戦3年目にして初優勝を遂げた。3位には、 小山のチームメイトのランディクルメナフが入り、自身初の表彰台を獲得した。一方開幕から速さを見せながらもマシントラブルに見舞われ続け、ここまでの感想はわずか2000しかないマティア・パシーニは、今回もエンジンストールが原因で転倒リタイアとなった。転倒直後、激怒したパシーニは、自らのマシンを何度も蹴りつけた。250cc クラス決勝では、 ポールポジションからスタートしたホルヘロレンソが一度もトップの座を譲ることなくシーズン5勝目を挙げた。これでロレンソはポイントランキングでは2位のアンドレア・ドビツオゾに36ポイント、3位のアレックス・デアンジェリスに38ポイントと大きなリードを築いた。モートジッピークラス決勝ではファイナルラップまで続いたバレンティーノ・ロッシュとの激しいバトルを制したケイシー・ストーナーがシーズン4勝目を あげた。続いて、金差の3位に地元谷ペドロサが入った。ポイントランキングでは、トップのストーナーから14ポイント差で2位、ロッシ、42ポイント差で3位ペドロサとなった。ありがとうございます。